さあ今回も動物の森やっていきましょう。ドブ森でございます。ゲストはこの人です。どうも皆さん、青井翔太でございます。ありがとう、ありがとうございます。ちなみにテイク2でございます。そうなんですよ。翔ちゃんありがとうな今回ね。いや一緒にまたドブ森も一緒にできるなんて思ってもいなかったので、うん、いやこのドブ森の中の私のキャラクターも喜んでおりますよ。いやちょっと早くね見たいんですけれども、ちなみに翔ちゃんもドブ森って言ってんだっけ。はい、あ僕もドブ森って言ってます。えそうだったの。そうです、ドブ森仲間だ。嬉しい。ドブ森なかなかいなかったんですけど周り。そうね、あつ森とかあとはドウ森か、うん、そうなんですね。びっくり、ドブ仲間だったんだ。もうほんと相性抜群ですよ。抜群だよ、びっくり。じゃあ改めましてよろしくね。よろしくお願いします。ちょっというわけで、まずはね僕の島の方はのしょうちゃんを見たいということなので、夜だけど夜の放送からなんですけど一応聞いていきましょう。はい、さっさ出ました。あ、じゃあしょうちゃんのしずえ聞いてみたいかも。しょうたんのしずえですか。しずえ、え、いいんですか。いきます。今日は特にお知らせはありませんが、あ、昨日の対談番組どなたかご覧になりました？毎週ゲストが豪華ですけど、昨日も好きな役者さんが出ていてとっても楽しいお話が聞けました。三点リーダー、あ、私ったら個人的なテレビの感想なんてすみません。では今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。おー、行くね。行くね。あー緊張する。よくそのキー出るね。ありがとう、翔ちゃんに静江やってもらいましたけれども、ドブ森のを代表する静江さんのね、うん、ね、声をやらせていただける機会なんてなかなかないですから、うん、そうだね。そういう意味では貴重な感じでした。ありがとうございました。さあそして僕の島なんですけれども、はい、まあ、まず見ていただいての通り、はい、あの最初のたぬきちゃんのキャンプの場所と僕の自宅の位置ミスって完全重なっちゃったんですよ。かぶってる。そうなので、こいつが電話受けるところ一回も見たことねえの。屋根で隠れて全然見やしねえっていうね。かぶってる、かぶって、すごいんです。さあじゃあよいしょ、出ていきましょう。さあ電話電話と、あ、豆吉だ。もしもし、こちらはたぬき商店の豆吉でーす。あらかわいい。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金、お、結構いったね。8096ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用、はい、ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。癒し系みたいなね、こんな当たり子しながらずっと楽しくやってたわけですけれども、癒し、ほんと癒しですわ。いやーねー、かわいい子たちが、うん、地図見てるんですけど。家集合、集合しすぎじゃないですか、ね、そう、集合住宅なんですよ。半端ない密。もう何密かわかんねえぐらいね、めちゃめちゃ集っておりますけれども、いやもう団結がすごいですね。そうなんですよ、もう密っていうかケツだね、もうこうなってくると。そう、ケツでお届けしておりますけれどもね。はい、さあ島の様子軽くこんな感じっていうのがね、ちょっと歩くだけでもバンバン見えるという、あのインパクトがすごくついて、うん、小野さんのキャラクターの、ちなみに なんて呼べばいいですか。うん、この子、はい、主人公はねワンマル君って名前にしてるね。ワンマル君、ワンマル、そう、うちで飼っている犬の名前ですけれどもね。なるほど、そうなんですよ、ワンマル君、ワン君でございます。かわいい、ね、ワン君そっくりの目と鼻と口にしなんですよこれね。あらららららら、はい、さあというわけですが、どうしようかね、まあ、家はねもうどこでも簡単に行けんのよ、こんな本当だ、全部完全に並んでっから、落とし物、そうなのよ、落とし物見消した。これ探しに行かなきゃ、誰の落とし物だろう。さあじゃあそれちょっとちょうどねやりながら、じゃあ軽く紹介しながら、じゃあまずはこの子行ってみましょうか、はい、あーかわいい、いやピーチ君か、ピーチ君どんな感じでしょうちゃん、あピーチ君こんばんは、ピー。おー、いいね。これ落とした？お、なになに？ピおー、ちょ、これ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 。これ、これもいいんじゃねえの？お、ピーちゃん。せっかく持ってきてくれたけど、これ、あちょっと。小野さん。はい、なんすか？なんすか？ええ、すごいお洋服も、ええ、
あのブルー着てるし、うん、まあブルーだからっていうのもあれなんですけど、いやー明らか男の子かと思ってましたよ。そうなんだ。そうなんだ。そうなんすよ。結構美意識高めのあた一個なんですよ。あ、せっかく持ってきてくれたけど、これあたいのじゃないよ。変わってきた。あたいの勘だとジャックちゃんの持ち物っぽい気がするなピなんと会話の中で驚愕の事実が明らかになるという。そうなんですよ。ちょっとどぎも抜かれましたよ今。実はそうなのよ。そう、あ、そしてこっちには出ました、いちごちゃん。いちごちゃん、一応話しかけて、1の5っていうね、帽子かぶってね、いちごちゃんってあだ名にしてますけど、ちょっと話しかけてみよう。かわいい。これ俺の CV なのよこれ。あ、すごい。あれ、ワンマルちゃんか。なんか話すの久しぶりだな。グワグワが汚いでよな。ぴったり、ぴったり。そうなのよ。でもおいら、お前のことをチラチラ見かけた気がするんだよな。さては、おいらの目を盗んで筋トレサボってたんじゃないか。よし、今日から鍛え直しだ。意外とマッチョキャラといういや鍛えてんだ。そう、意外とこんなちっちゃい体でね、鍛えて頑張ってんすよ。なんかもうオカメインコちゃんみたいな、ね、うん、チークつけてますけど。そうなのよ、可愛いのよ、可愛い。この子ちゃんね。さあ、じゃあちょっとあいつのじゃないみたいなヒントさっきね、ピーチくんからもらったんでね、ピーチくんから行ってみましょうか。コンコン。あ、じゃあここの住んでるのが、さあどうでしょうか。夜分にごめんね。出ました、人気キャラのジャック。ジャックさん出た。お、ジャックはどうしようかな。ショーちゃん CV だとどうなる。あ、いいですか。おおや、来てくれたんだね。キリ、お、かっこいいじゃん。これ拾ったんだけど、見せてごらん、キリ常にキリが出るという。さて、これどうだ。これはジャックのじゃないかい。これはなくしたはずの僕のノート。よし、いや助かったよ。ジャック流のお礼をさせてくれ。え、なんだ腕カバー付きつなぎだ僕が昔愛用していたものさ、気に入ってもらえるといいんだけど。ありがとう。いいね、いけてんね、ジャック。助かったよ。え、これ何？腕カバー付きつなぎ。来てみてくれよ。来た、来た、こういう感じだね、色デザイン強えな。どうだい？紫に水玉。あ、悪くないよ。ありがとう。だけど俺、前の着るね。そうか。また気が向いたら来てくれよ。あ、ありがとう。じゃ、またね。フィラーン。また？あ、オッドアイなんですか？そうなのよ、この子。かわいい。なんかね、人気投票で結構上位みたいですけど、最初にね、このキャンプサイトに来てくれたのよ、ジャック君。かわいい。めちゃめちゃ迫ってきてた、今。すごい。今のいい画角ですよ、今の。すごい迫力だったね、今、苦労が。神画角。ねえ。さあ、そんなわけでね、こんな感じの島でございますよ。あ、じゃあまだまだこれからいろんなものが。そう、あ、これお金とかありますけどね。でもちゃっかりお金の木植えて。お金はね、毎日やってますよ。このね、梨畑もね。あれ、あの、すごい、梨の木がもう、すごいなんか、業産ありますね。そうなんですよ。で、このね、橋渡るとあっちには、桃の、驚き桃の木商店街ということでね。あの、こんな感じで。どんな芝、ね、すごっ、フルーツがいっぱい生えておりますよ。で、ここはいろいろ色とりどりのね、ここでまずちょっと果実を育てて、はい、他の島のやつをね、うん、育てて、で、出来次第他のところにこう、あー逃がしてしまったねーっていう形でやっておりますよ。なので毎日そう、一応コツコツね、やってはいたりしますね。なるほど。花もちょっと、これはちょっとちっちゃい花畑なんですけどね。わ、でもすごい綺麗にね、あの種類ごとに並んで。そう、一応ね、なんか途中で嫌気する。そう、ホタルも今ね。そうなんですよ。こんな感じで、こっちチューリップ畑ちゃんとね。綺麗に並んで。そう。ただ結構気をつけてたのに、ここね、バラで突然ね、息切れしたのか、なんか混ざり始めてたんですよね。ガチャガチャってね。本当だ。あ、はい、わ、いっぱいいる。そうなのよ。ここもね、話しかけちゃう。ね、ブロッコリーだ。ブロッコリーちゃん。ブロッコリーちゃん。あ、ブロッコリーちゃん当てるこしたことねえよ、そういえば。この子どんな感じだろうな。やっほー。こんな、ブロッコリーだよ。ピコン。
世間話でもしよう。うわお外が暗いとなんだか眠たくなってきちゃうね。ピコピコって何。サトシ、あ、一徹はね、もうこれですよ。おう、調子はどうだ。てか、いやもうこれはお話ししよう。そういや、家を出るときに火元を消したっけな。てかやば、勘と書いて男ですね、これは。もう渋みの勘ですよ。あ、でもちゃんと見せてくれてる。あの、値とか言いませんよね、この子。大丈夫ですよね。ちゃんと順当に、あの、ね、そう、音質も渋い感じだったからね。あ、よかったよかった。あとのペペペペってやつも。そしてここに唐突に黒が生えたんですよね。すごい。どうやら。黒、ね、難しいですよね、生やすのね。そうなんだ。これなんか、要はこうやって、島のレベルアップのために適当にバーって植えて、うん、ある時、あれ黒ってなっただけだから、副産物なんだけど。黒もね、いっぱいね、うん、育つといいですよね。あ、そうなんだね。じゃあちょっともうちょっとちゃんとしてからそのあたりの後輩もやっていこうかな。おー、はい。そんなわけで、ね、あと僕あれです、最初に木を全部あの、うん、植え直したんですよ。トゥルーンって。あ、ほんとだ、整地されている、うん、そうなので、とりあえずないんですよ。こんなことある。2個並んで、うん、化石だ。ラッキー。そう、そんなのでね、トゥルテンとしてるんですよ、割と上の方は。イエーイ。だからこっからのね、あの島作りがしやすいんじゃないかと。確かに。そうなんですけど、ちょっとまだやり始めたらやっぱ大掛かりになるじゃん、島のこう作り直してさ、うん、そうなんですよ。そうだもんで、ちょっとまだね、今は日々のローテーションというかね、あのタスクをやるだけにとどめて、はい、やっておりますね、今のところは。いや、でもやっぱこうやってさら地、綺麗なさら地だったりとか広い土地を見ると、うん、なんか設計しがいがありますよね。あ、そうなのよ。ここからね、どんな色にでも染めていけるからね。確かに。ね、ここから楽しみなんですけれども、今はまだ素材をひたすら日々集める日でございますと。おお。はい。可愛い家もあって。ねえ。さて、それではですね、まあ、あとおいおい、うちの部屋、お、そう、岩もね、結構近いところに岩をね、集めてるんですよ。お、あ、なるほどなるほど、そう、コンコンしやすいようにね。であと岩はこの辺にもね、ここもちょんちょんとね、近いあるんですけど、はい、ちょっとなんか捨ててありましたけどね、これがね、初回からずっとここに捨てたんですわかる、わかります、わかります、置いちゃうんですよね。そう、最初の頃なんかの流れで置いて、そのまんまここに置いてあるもんね。ダムでも多分海水吸ってひたひたですよ、これ。もしくはもう塩がね、うん、塩でこう真っ白になってるんじゃないか、ね、なってる、おそらく中とかヤドカリとか普通に住んでそうですよねえ、そんな日々を過ごしておりよ。雑草を見つけ次第、雑草はね、はい、はい、なんかやっぱ、うん、やっぱ季節もやっぱ変わるじゃないですか。そうね、だから季節も変わるとやっぱ雑草の種類も変わるから、うん、やっぱそうなんだ。はい、めちゃくちゃなんか可愛い雑草とかもあったりすると、なんか生やしときたいなっていう気にもなるんですけど、うん、雑草綺麗なのあるよね、たまにね。ちょっと待って、あ、どうしたどうした、あの、見切れてる人がいて、すごい、うん、あの、うん、いいですか、ちょっと話しかけてみてもらっていいですか。いいよ、この仕組みでよし、うん、で、あれ口紅つけてるということは、おっと、しょうちゃん、あったりこしてみます、この子やってみますか。ちょっとやってみますか。おや、ワンマルあれ、あ、そういや最近あんたと喋ってなかった。おっと、特徴を早くも捉えている時々見かけては、見かけてはいたから、ついこの間喋ったような気がしてしまったよ。そりゃ、そりゃそりゃって何、そりゃ、語尾、そうなのよ、語尾がね、そりゃなのよ。喋ったような気がしまってたよ。そりゃ。ギャップ。そう、この子ね、面白いのよ。面白い。初期メンバー。この子とイチゴちゃんが初期メンバーだったの、うちの島の。わ、すごいパワーメンツですね。そうな、強かったのよ。すごいわ。はい、さ、そんなわけで私の島あったね、この辺にこ、あ、ちょっと待って、ごめん。あ、イチゴちゃんなんか疲れてた。あ、トレーニングの疲れか、今のは。なんだ。ああ、頑張ってるね。そうそうそう。何の化石だったんだい。ずっと昔からここにいたと思うと、テンション上がるよな。くぅ、ロマンだ。ぐわっ。最後いいな。最後はもうね、汚いですけど。というわけで、私の部屋、はい、島はこんな感じですけれども。なるほど。いよいよですか。はい。抜き足、差し足、忍び足がついに。映画、映画の。映画の予告みたいな歩き方ゆっくりゆっくり近づいていく。 Coming soon
というわけで。かっこいい。